本当このねイネスドラフラサンフレサンジュのワンピース、いろんな使い方ができるからめちゃくちゃ便利だと思います。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。じゃん、今日は MJ も一緒にご紹介します。はい、今日はね、私よく質問されることの一つに、五十嵐さんは何からコーディネートスタートしますかって聞かれるの。例えばトップスから決めてお洋服をコーディネートするのか、それとも靴から決めてコーディネートするのかみたいな。で、私が考えたところバッグなの。バッグを決めてからコーディネートを考えるのね。だけどバッグってそうそう変えたくないじゃない。できれば1週間同じバッグ使ってたいって思うと思うの。でもやっぱりお洋服のテイストとバッグのテイストが合わなくなったりとかする時ってあるのね。で、例えば月曜日から水曜日までは一つのバッグを使ってコーディネートで、木曜日と金曜日は違うバッグ、そして週末から次の今度火曜日ぐらいまでは一つのバッグっていうようなローテーションをうまく考えたいと思わない？というわけで、で3つのバッグを用意してみました。まず1つ目のバッグなんだけど、これキャンバス地のパープルの素材 で、ここにねナチュラルな革、そして中盤の金具がついてたりとかするんだけれど、まあ、このバッグっていうのは何を基本で考えていくかっていうと、このパープル、そしてこのナチュラルな革の色、そして全体的な雰囲気、やっぱりナチュラルだから素材をナチュラルなものでコーディネートしていくっていうところを頭に入れておくの。それからね、次のこの黄色いバッグ、はい、これ結構ヘビロテでかなりもうねクタクタなんだけれど、色がすごくはっきりこっくりしているので差し色としてももちろん使うんだけどね、逆に洋服がねはっきりとしたものを着ている時にこのバッグを持ったりとか、それからトータルでイエローコーデみたいなねワントーンコーデしたりとかする時なんかも使ったりとかできる。あとね、こういうねちょっとねちょっとした金具なんかも重要になってきます。はい、3つ目はこちら。はい、3色ね、オフホワイト、タンっていうのかな、それからもう一つ黒、この3色、それから金具はゴールドなんだけれど、これを使ってコーディネートする。まあ基本的に全部ねベースカラーって言われるものなので意外と何にでも合いやすいんだけれども、これがね秋口ぐらいから使うのが本当はいいので、これをうまく夏に取り入れるにはどうしたらいいかなっていうようなところも一緒にお話ししていきたいと思います。今日の私のコーディネートは妄想旅行、カリブ海の砂浜で美しい夕日を眺め、足元はビーチサンダル、そして風をはらんだこの白いコートワンピースをカリブ海の夕日を眺めて、マドロン的な、はい。でね、前にも着痩せコーデの時に痩せて見える服三大原則の一つ、透け感ね、中に黒いのを着ていることによってちょーっと痩せ見え的な、はい、というわけで行ってみよう。はい、ファーストコーデです。自然な感じのこのねコットンの素材と、それから革のナチュラルな感じを生かして、麻とそれからコットンのパンツ、そして、ね、このように帽子もかぶってみましたが、いきなり月曜日から帽子をかぶって会社に行かれる方いらっしゃらないかもしれません。で、靴は、はい、スニーカーを合わせてみました。でね、このシルバーの飾りがついてるからシルバーのピアス、そしてシルバーのアクセサリーにしてみました。はい、このようにリンクさせてます。そしてね、この色はこのパンツの色とねリンクするでしょ、というわけです。2コーデ目です。はい、このコーデはね前にもご紹介したことがあるんですけれども、麻のパンツにコットンのジャケット中に T シャツを着てるんだけれど、全体的にね素材をナチュラルにして合わせてます。でパープルはねもちろんコーンとも相性がいいので、同系色なのでこういう使い方も自然に使ってます。2コーデ目でした。はい、3コーデ目です。本当にビジネスライクなベージュ系のちょっとツイードというか、はい、ミックスの感じのジャケットと紺の上下、そしてマスコンのバレーシューズを合わせてます。いかがでしょう。次はね何を紹介しようかと言いますと、このド派手な黄色いバッグ、この黄色いバッグでコーディネートしていきたいと思います。それでは
黄色いバッグ1点目のコーデです、はい、これぐらいはっきりとしたパンツ持ってくるときはね、やっぱりこれぐらい負けない黄色をバッグに使いたいと思います。これ本当にヘビロテしているバッグで、夏だけじゃなくてね、冬の方がどっちかっていうと重宝してるかな。こんな感じで合わせてみました。いかがでしょうか。はい、黄色の2点目です。前にもこのワンピース着ていたと思うんだけれど、色味がね、これは青みの黄色で、これは本当は黄色みの黄色、コクのある黄色なのね。で、着ているこのワンピースの黄色はスプリングの黄色なの。だからあえて違う色をミックスしてしまったことによって、何度か黄色でワントーンコーデにしてるわけ。はい、このバッグも結構秋口から冬に使うことが多いんだけど、夏仕様でちょっと考えてみるね。はい、いかがでしょうか。このバッグのコーデです。このバッグに入っている3色を全て入れてみています。前にね、帽子の時に多分この格好してたと思います。でもちろんね、帽子なんか会社にかぶっていけないわっていう方は、別にこれをかぶらなくても、でもちろん黒いジャケット着ていただいても、カーディガンを着ていただいてもいいし、ベージュ系のカーディガンでも。はい、最後はこちら、ユニクロのイネスドラフレ30のワンピースとニットカーデ、ニットジャケットを羽織ってみました。もちろんね、普通のカーディガンでもいいし、だからね、服もベージュ、それから白、紺、グレー、そこら辺のベーシックカラーをある程度組み合わせてお持ちになってると、そんなに洋服の量がなくてもコーディネートがしやすくなるの。それからバッグはね、なるべくベーシックカラーの方が本当はいいよね。ちょっとたまには黄色だったりとか、色が入ってるのを小さいのを持ったりとかすると、割とコーディネートしやすいかなって思います。いかがでしょうか。本当このね、イネスドラフラさんフレサンジュのワンピース、いろんな使い方ができるからめちゃくちゃ便利だと思います。はい、いかがでしたでしょうか。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はどうぞ押してくださいね。そしてぜひいいねボタンで高評価をお願いします。はい、それでは試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐香織でした。バイバイ、またね。